葉月くんは確実に童貞なんで、チアガールギャルコーデで濃殺するイメージ。テロッテロにします、これで。その服ん、この格好、あ、似合うなだっていけるって、ギャル好きだって。どうした？これから園内を巡回する。どうだ諸君、特に見学したいコーナーはあるか？はい、先生を観察するコーナーです。そんなコーナーはない。私は一度君の頭の中を観察してみたい。今日の課外授業参考になりました。私はそうは思わない。君からは学習意欲というものが感じられない。すいません。意欲のないものは私の課外授業に参加する資格がない。次回から君は参加しなくてもよい。すいませんめちゃくちゃ怒ってるやんめちゃくちゃ怒ってるやん。上がらんな全然。気配り、あ、なかなかいい色使いだ。君の名前は？え、私の名前ですか？八山内子。なるほど。ハー君、君はどうやら美というものを介する人みたいだ来た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 、来ましたよ、新しい男が来ましたよ。誇るべきだよ。例えば僕のことをより美しいと感じられるのだから。絡みずれー、絡みずれー。あなたは？驚かせちゃったね。そう、僕が三原式。大丈夫、これは夢じゃない。こいつがいいこいつ気になる。人見知りな性格だから自己紹介なんて苦手だけど、強いて言うなら美の申し子めっちゃ絡みづらい。何こいつ、癖しかないやんこいつ。羽ばたき学園が誇る天才少年芸術家っていう、あの、みんな僕をそう呼ぶけれど、そうじゃないそうじゃないそれは違う、僕自身が芸術なんだそういうことなんだ。どういうことなんだよ。だからそんなに引け目を感じなくていい。仲良くしよう、ハー君。ハー君仲良くしよう、ハー君。さて、僕はアトリエに戻ろう。気まぐれな芸術の女神と待ち合わせをしているからね。何を言ってんのこいつは。言っちゃってるよ。四季様、一緒に帰ろう。四季様。やあ、ハー君、いたねあ、ダメだ、こいつ欲しいわ俺。ちょっと一緒に帰ろうよ。ダメだよ、今日僕は忙しい。腹立つな断り方。何でダメだよって。うん、しょうがない、じゃあねこいつねえ、こいつがいい俺。こいつのボイス全部聞きたい俺。ねえ、一旦電話番号知らねえんだ。うわー、ちょ、電話番号どうやってゲットすんの。つくし、ちょっと教えてくれ。つくし、ちょっと姉ちゃん、ちょ、逸材見つけてきた。なんか用？あ、夏服のつくし、かわいい。ちょっと情報ないかつくし。いいよ、誰のことが知りたいの？香ばしいやつ見つけたんだよ。普通の人とはちょっと違う反応をするみたいだよ。うわ、こいつテロテロにして決めた。こいつ行こう。ガールズサイドターゲット決まりました。三原式様、これ行こう。こいつ攻略したらもう負けなしだろ。他にも聞きたいことある？何もない。そんじゃ、ま、せいぜい頑張。なにこれ、美術部行かないとダメ？美術部行って初めて電話番号ゲットできたりする？もしかしてこれやめるか、チア部。ちょっと待って、もうちょっと絵描くわ。
期末試験、うわやっぱ、え、もうやらなきゃいけないこと多すぎる、学校大変すぎる。いやでもちょっと試験ないがしろにできねえな。つくしに聞いたらもう番号ゲットできたの。いやでもちょっと待って、今はまず勉強だ。やばいやばいやばい、先生に嫌われてるからな俺。おい01、どういうつもりだ。いや、え、あの、それが教師に対する呼びかけかと聞いている。すみません。最高です。いや勉強しなきゃ。うわ本当だ、電話かけれる。うわ、恋愛音は恋愛音、恋愛普通か。しばらく良くなさそうだから、期末試験納めにちょっと電話かけたいわ。もしもし、僕だよ。やだな、電話出るときに僕だよっていうやつ。四季様、私八山八子だけど。君だね。こいつ最高だマジで。海の日だ。海行く？早い？普通じゃないデートってなんだ？動物園行くか。はっ！4月20日に動物園に行かない？仕方ないね。僕は忙しい身なんだけど、今度だけ特別だよ。よし！これどうなるのこれ？うん、きっと楽しい一日になるよ、君にとって。待ち遠しすぎる。今日から夏休み。さあ四季様とデート。いやこのスポーティーって全く初めての経験だと思うんだよね、多分四季様。このギャルコーデ行こう、一旦このスポーティーギャルコーデでどんな反応するのか、四季様がテロッテロにしてやろう。遅刻？四季様？ハー君、来たよ。すんごい服装。来たよじゃないよ、1時間遅れてるよ。四季様、待ち合わせましょう。間違えたかと思っちゃったよ。大丈夫、間違ってないよ。さあ、行こう。待て！ほら、もっとこっちへ来て。え？なんだい？触ればいいよ、困った子だね。なんだっていいんだ、なんだっていいんだって。ここからは野生の王国だよ、入ろう。入る。美しさというのは罪だね。動物たちが僕のことを見つめているよ。いや違うと思うけど。やべえ、今までの恋愛セオリーが全然通用しない。こいつ何言ったら喜ぶんだ。いやまあこれ見つめ返そうよしかないな、こん中で一番尖ってんのは。もう半分ボケですけどねこれ。そうだね、羨望の眼差しに答えてあげよう。何を言ってるんですかこの人は。一日が終わっていくね、早く帰ろう。なんだい、もう帰っちゃうの？うん、いい一日だったね。これもう触り毒だろこいつ。うん、今日のデートまあまあなんかい。じゃあね、さよなら。イケボ。次のデート。もしもし、僕だよ。僕だよ。君だね。これおもろいな、これおもろいな。考えたやつ天才すぎるだろう。わ選べない、これフリマ。動物園行った。いやプール行ってくれるかな。あでも俺水着ねえや、来年まで取っとこう。え、ゲーセンとか行ってみる。8月11日にゲームセンターに行かない？いや、くっそー。
マジか。仕方がない。じゃあね。また誘うわ。やだやだやだ。遊ぼうよ、しき様。お願いお願い。私、八山八子だけど。君だね。君だね。いつ聞いてもいいな。わかった。じゃあ、9月は9月。お願い、お願い、お願い、お願い。ゲーセン行こう、ゲーセン行こう、ゲーセン。ゲーセン行きたい。9月1日にゲームセンターに行かない？うん、それは無理だ。なんで？僕は忙しいんだから。お願いって。仕方がない。じゃあね。腹立つな、断り方。もっと魅力的になるしかない。だってゲーセン行きたいじゃん、絶対。まだ早い？まだゲーセン早い？じゃあ、1日に。君だね。君だね。じゃあ、1日に別なところ誘って OK だったらゲーセンだったってことやな。わかった、ゲーセンダメだったら、博物館行こう、博物館。博物館とかすっきゃろ？ねえ、お願い。博物館。お願い。なんで？僕は忙しいんだから。いいじゃん。うん、仕方がない。じゃあね。じゃあね。なんで？もう四季様のせいで勉強なんかできない体になっちゃってる俺は。僕だよ。四季様？じゃあジャマ八個だけど。君だね。9月8日。どこ行きゃいいの？博物館、植物園？いやー、わかんねえ。植物園はでもちょっと知的すぎるよな。森林公園。頼む！仕方ないね。よし。僕は忙しい身なんだけど、今度だけ特別だよ。ありがとう。本当にありがとう。うん、きっと楽しい一日になるよ、君にとって。めちゃくちゃ嬉しい。よし、えい。四季様マジで服褒めてくんないんだよね。ちょっと待って、四季様、1時間過ぎちゃった。ハー君、来たよ。あ、四季様、待ち合わせ場所間違えたかと思っちゃったよ。大丈夫、間違ってないよ。さあ行こう。あなた1時間遅刻してるけどね。ほら、もっとこっちへ来て。なんなのこの人本当に。なんだい。ダメだよ、おいたはそこまで。何気道に行ってみよう。落ち葉がロンドを舞う季節だから。あー、絡みづらい。もう一回触ってみていい？じゃあ。うん、気持ちがいいね。もう触り毒だこいつ。こういう並木道を歩くのもいいもんだね。こいつ、なんだい、ちょろい説。手握りたい。ごめん、髪がかかったね。あー、散歩はお腹が空いてくるよね。一番なんかわけわかんないもんね、これが。変な人好きなんでしょ？寄り添わないよ、俺は。うん、健康な証拠だね。やっぱりそう？どうしたの？ポン。わかってる。君だね。どういうこと？今日は思ったより楽しかった。また僕を誘ってもらう。おー、刺さってる刺さってる。頭触っていい？髪の毛。うん、いい一日だったね。ちょれ。じゃあね、さよなら。あ、四季様からメール。楽しい一日だったね、君にとって。だって、うん、今日は少し四季様と近づけたかも。いやー、でもちょっとどうだろう、どうしてだろう。
なぜか俺の恋心に火がつかない。おかしい。ちょろすぎる。触るだけオッケー。服も別に何着ても大丈夫そう。なんかこうそそらんな。いやどうしたもんか。いやこっから大逆転の先生ルート行ったら、いやキープしとくか。うん、先生行こう。先生行ってダメだったら式様に慰めてもらう、そんな学園生活にしようぜ。そうしよう。気狂ったように勉強するぞ。さすがに28はやばい。あ、式様だ。式くん、もう喫茶店行けると思うんだよね。式くん。やあハーくん、いたね。やあハーくん、いたね。ちょっとお茶して帰らない？頼む。ダメだよ、今日僕は忙しい。やっぱこうじゃないと。うん、しょうがない。じゃあね。はい。そうだった、こいつなんだかんだ結構断るやつだった。デートしたらちょろいけど、まずはやっぱり恋愛運がいい時にデートには誘いたいので、あ、しばらく良くないね。じゃあ今回誘ってダメだったらしばらく誘えないから、今回最後に誘おうか。電話をかける。しきくん。もしもし、君だね。君だね。この日どう？カラオケボックスどうすか？どうでしょう？10月14日にカラオケボックス行かない？うん、それは無理だ。まあそうか、さすがに無理だね。いやまあだいぶハードルは高かったな。カラオケは高望みしすぎたか。次週日曜課外授業を行う。参加希望者はいるか？今回はプラネタリウムを鑑賞する。午前10時駅前広場に集合だ。どうしよっかな。えい、開けちゃえ。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。はい。以上、ホームルームを終了する。今日は課外授業の日、遅れないようにしなきゃ。行くか、課外授業。よかった、間に合った。全員揃ったようだな。先生、出発する。それでは入場する。館内では座席表に従って速やかに着席するように。どうした？キャー！やめなさい。すいません。君は接近しすぎている。はい。死後を慎むように。毎回くだらない注意をさせるな。はい。北斗七星の絵の曲がり具合に沿って伸ばしていくと、なんか聞いたなこれ。白い明るい星にぶつかります。乙女座があんねん。乙女座の一等星、スピカです。せやな。本日の上映は終了いたしました。せやな、プログラム終了だ。諸君の感想を聞かせてほしい。はい。それでは、はあ、はい。あの星の光は何億年前の、輝きなんですね。その通りだ。はあ、いいところに気がついたな。はい。今日の課外授業、とても勉強になりました。よろしい。君の学習態度は関心に値する。次回もまた参加するように。はい、やったね。こう、もうこれ先生はもう簡単です。ではここで解散する。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。天上天下つなぐ花火かな、どこしえと刹那の出会い、するまちはする。